シティオブパラマッタは、オーストラリアニューサウスウェールズ州の地方公共団体。シティオブパラマッタの中心であるパラマッタは、シドニー中心業務地区から西に 23km に位置する。シドニー中心業務地区とは、シティレールウェスタン線と結ばれるのみならず、サーキュラーキーからパラマッタ側を往来するフェリーで移動することも可能である。加えて、メトロード4号線が市内を横断する。 北はザヒルズシャーとホーンズビー、シャー、北西はシテオブブラックタウン、西はシテオブホルロイド、南と東はオーバーン式と接する。東はシテオブライドと接する。多民族国家オーストラリアの例に漏れず、シテオブパラマッタも数多くの出自の民族が住んでいるが、イギリス系、ニュージーランド系、デワノン系、インド系、中国系が 死の五大民族である。シテオブパラマッタの地域にヨーロッパ人が居住を開始したのは比較的早く、1799年には第2代ニューサウスウェールズ州総督ジョンハンターの命令によって総督官邸の建設が開始されている。総督官邸はオーストラリアの州人遺跡群の一つとしてユネスコの世界遺産に登録されている。1861年、 ミュニシパリティオブパラマッタが形成され、1948年にはアーミングトンライドルミア、ダンダス、グランビルの地方公共団体を併合し、現在の地域となった。シティオブパラマッタは、以下のサバーブから構成されている、シティオブパラマッタの議会は、15人によって構成される。任期は4年。選挙区は5つで、それぞれの選挙区から3人が選出される。市長は、 議会選挙後最初の議会で15人の議員から選出される。最新の議会選挙は2012年9月8日に実施された。オーストラリア自由党7議席、オーストラリア労働党5議席、諸派3議席で構成された。市長はオーストラリア自由党のジョン・シャディド。AB パラマタシティ・カウンシル、アバウト・パラマタ。 http://www.parracity.nsw.gov.au スラッシュ,ラ,ッシュライブスラッシュマイホームアバウトパラマタシティカウンシル2012年11月14日閲覧 ABC パラマタシティカウンシルアーサーフィリップワード ローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスワイールズ2012年9月22日閲覧 ABC パラマトシティカウンシルキャロリン・チザムワードローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスワイールズ2012年11月14日閲覧 ABC パラマトシティカウンシルエリザベス・マッカーサーワード ローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスワイールズ2012年9月22日閲覧 ABC パラマタシティカウンシルラクランマッカリーワードローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスワイールズ2012年9月22日閲覧 ABC パラマタシティカウンシルウッドビルワード ローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスウェールズ2012年9月22日閲覧 AB メトカーフケリンジョンシャディドザニューロードメイヤーオブパラマタパラマタアドバタイザー http コロンスラッシュスラッシュ PARRAMATTA-ADVERTISER.WHEREILIVE.com AU、ニュース、ストーリー、シャデル・ザ・ニューメイヤー、2012年10月4日、閲覧。ありがとうございます。